IEA 国際エネルギー機関は12日に公表した月報で今年の世界の石油需要見通しを日量90万バレルの増加に下方修正しました特に中国で景気減速や EV 電気自動車の普及を背景に需要が鈍化するとしていますその一方で OPEC 石油輸出国機構に加盟していない国の生産が加速しているとして 供給過剰に陥るリスクを指摘しています。